まで、対戦相手でもない選手をこうたくさん侮辱したり、いつも悪態ばっかついてるんですけど、僕は今日ちょっとこの場をお借りしてお詫びするわけないでしょう。これからは平本蓮の試合です。平本蓮は平本蓮でした。やっぱ月引いた、ね、で足感も外した。確かにもう顔からやっぱ気持ち折れてた。